皆さんこんにちは、グローカルの松田です。今日はですね、森さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。森さんが青年海外協力隊、今でいう JICA 海外協力隊っていうところに参加されてたっていうところがありましたので、そこの経歴も含めて今何されてるのかっていうところをお話しいただこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、森さんの自己紹介をお願いいたします。わかりました。はい、現在写真家をしてます、森雄一と申します。出身はうどんで有名な香川県で前は JICA 海外協力隊で夜のね活動していて、今は東京の方拠点に写真家として海外に取材に行きたいという形で活動しています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、早速なんですけれども、まあ、今写真家っていうところでテーマはどういったところをテーマに写真を撮られてる感じですか、ね、そうですね、ざっくり言うと紛争とか平和っていうのをテーマにいろんな国で取材を行ってるんですけども、はい、まあ、でもヨルダンに行ったっていうのもあって、基本的には中東が多いです、はい、なるほどですね、はい、実際森さんは国際協力にいつから興味を持たれた感じなんですかね。結構まあ話し出すと長くなるんですけど、はい、一番最初っていうと、まあ小学校の時に、うんうん、給食って残飯が結構出るじゃないですか。はい、そうですね。すごい子供ながらにもったいないなと思っててでかと思ってテレビとかで見るとドキュメンタリーとかで貧困とか飢餓とかやってて、はい、他ではすごい飢えてる人いるなっていうので、最初は環境問題っていう切り口で興味を持ったんですけど、そこからですね、大学に環境の勉強しに行って、はい、ピースボートっていう地球一周する船旅に乗ったことがきっかけで、あとそういう国際問題を勉強することがあって、はい、それからですね、だんだんあの国際協力の分野にも興味を持つようになりました。なるほど、これもうものすごく面白い話題がいっぱい出てきたんですけど、まず小学校の時に、まあ、残飯っていうところにもったいないっていうところを感じて、まあ、テレビとかで実際その飢餓とかが出てるみたいなニュースが出て、このギャップは何だろうみたいなのを感じ始めたっていうところですよね、うん、そうですね。で、実際その環境の分野に特化してる大学に行かれてたって感じなんですかね。そうですね、もうそのまんま鳥取環境大学っていう、はい、もう環境の専門の学校みたいなところで、そこでなんか環境政策学っていう学問があって、それを勉強してました。なるほど、環境政策っていう学科ってすごく興味あるんですけど、具体的にどんな勉強されてたんですか。結構なんかいろんな多岐にわたってやっていて、それこそ国際関係の勉強も一部あったりとか、はい、あとは地域おこし、はいはいはい、結構マルチな総合的に環境について勉強するっていう形でしたね、うん、実際じゃあ在学してた時にその後ピースボートに行かれてたっていうイメージですかね。そうですね、うん、ピースボートって名前はよく聞くじゃないですか、はい、よく居酒屋に貼ってあるポスターのやつですよね、はい、実際ピースボートに乗ってる期間っていうのはどれぐらいなんですかね。だいたい3ヶ月ちょっとぐらいですね、はい、実際その中で費用のところとか一緒に乗られてる人たちの人数ちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、はい、どんな感じなんですかね。人数的には僕の時は全体でだいたい700-800人。そんなにいるんですね、はい、多いですね。結構そうです、僕も思ったよりすごいたくさん乗ってるなと思ったんですけど、はい、実際それ費用はどれぐらいかかるんですかね。そうです、ポスターとかだと100万前後って書いてあると思うんですけど、僕の場合は現地で交流するプログラムとか、はい、いろいろ足してったので、なんだかんだ結局140-150万ぐらいかかりましたね。そうなんですね、はい、実際それって140万の中には特にもうお金は追加で払わないみたいなイメージですか。基本的にはもうプログラム費用とかはもう全部払ってしまって乗るんですけど、まあ、朝昼とかの食事はもう入ってるんですけど、はいはい、別に居酒屋もあって、え船の中に、おそこは自分で追加で払うことになって船の上に居酒屋あるんですか。ありましたね、バーとかもありましたよ。これはすごいですね、はい、じゃあもう本当に国際協力のことを学べて、かつ船の上で楽しめるような、そうですね、そういう感じには、うん、はい、なってた。実際ピースボートで何カ国ぐらい回られるんですか。僕の時は大体20カ国前後だったと思います。20カ国に行って、でその中で自分たちで降りれるところが決まってるみたいなイメージなんですかね。そうですね、降りれるところは、まあ、船が止まる寄港地っていうんですけど、はい、それは決まってて、もうちょっと自由が利くのはそこの寄港地で降りて、はい、バックパッカーで自分で移動してもいいんですよなるほど、はい、だから自分たちでプランも立てられるし、 そうです、そのオプションを活用して何かできるっていうこともあると、はい、それ行かないっていうこともできるんですか。その
飛行地に降りない、はい、あ降りないのも選択肢としてありますそういう人もいたんじゃないですかね。僕は割と降りてましたけどいや面白いですね。じゃあそこで一番学んだことだと、はい、ピースボートでヨルダンに行かれたのが一番印象にあったって感じですか。そうですね、国としては、はい、実際にそこで何されてたんですか。ヨルダン行った時はそのイスラエルパレスチナ問題の勉強をしてたので、その一環に難民キャンプにホームステイをして、まあ、現地の方と交流をするのがメインですね。そうなんですね、はい、実際に難民キャンプとかに行かれてた時ってそのホームステイとかされてたと思うんですけど、はい、他に何かされてたりしたんですか。あとはまあ全体で言うと現地の人と交流する会みたいなのがあって、はい、ステージがあるところに、はい、まあ、日本人はソーラン節を披露したりとか、はいはいはい、パレスチナ人の方は現地の踊りとか歌を披露して全体で交流をしたり、うんうんうん、で僕が取ってたイスラエルパレスチナ問題を学ぶプログラムの場合だと難民キャンプ内の施設とか回って見学したりとか、あとはまあ紛争当時逃げてきた年配の方の体験談とか直接聞いたりっていう機会もあったり、はいはい、結構勉強するところもありつつ。あ、そういうことですね、はい、実際どうですか、紛争を実際に経験された方のお話とかを聞いてみてギャップとかってありました。それまで当事者の話を聞く機会ってあまりなくて、まあ、日本で行った時はやっぱ広島に小学校の卒業旅行で行くことがあって、うん、その時初めて広島原爆の被害に遭った方の話を聞いてすごい衝撃を受けたのを覚えてるんですけど、それぶりぐらいで当事者の話を聞いたので感情とかも乗ってますし、正直な感想で言うとやっぱ想像ができないですよね、実際のところは、ね、確かに、はい、実際やっぱり広島とか、まあ、修学旅行とかで話聞く機会とかもありますけど、そういった感じでヨルダンでもそういう風に感じたってことですね、はい、なるほど。実際じゃあ国際協力の中でももともと環境問題っていう話で興味を持ってたんですけど、はい、そこからちょっと紛争とかに興味を持ち始めたっていうイメージですかね。そうですね、やっぱり環境問題をずっとやっていきたいなと思ってたんですけど、まあ、国際紛争とか勉強したら戦争が一番環境破壊じゃないみたいな面白いですね、思うようになって、まあ、その環境からちょっと国際紛争に意識がシフトするというか、まあ、そういう感じで、そういうことですね、まあ、いわゆる戦争とか紛争とか、まあ、そういった争いをすることで、まあ、いわゆる副次的なところとかで、まあ、環境っていうところ破壊されてる現状もあるっていうところも感じ始めてたってことなんですね。なるほど。実際じゃあその後国際協力の道にストレートで進められた感じなんですかね。いや全然そうでもなくて、はい、ピースボード終わってまた復学して就職活動ってなるんですけど、はい、その時その JICA とか、はい、国際関係の機関に応募とかしたんですけど、まあ、なかなか難しくて、はい、一般企業も受けてたんですけど、はい、まあ、自分の中で国際関係の経験もしたっていうのもあってしっくり来なくて、はいはいはい、そのまま卒業して地元の香川に帰って、はい、靴の接客販売したんですじゃあピースボートで3ヶ月間国際協力のことを学んだですけど、はい、いろいろ受けてみてやっぱりダメで、そうですね、靴の接客とりあえず働かなきゃっていうのでまあそうですよね、はい、じゃあもうずっとそこで靴の接客をされていらっしゃったイメージなんですよね。靴の接客は大学卒業して3年半ぐらいですね、うん、やって、うんうんうん、その途中に東日本大震災があって、うん、そろそろちょっとずっと靴の接客販売でもダメだなと思って買えないとみたいなのもあって、はいはい、それで辞めて宮城県にボランティアに行ったりしてました、うん、まあ、国際協力に従事したいっていうのは変わりなかったって感じなんですかね。そうですね、やっぱ頭の片隅には今のことじゃなくて別のことをやっていきたいっていうのがあったので、いやそうですよね、やっぱり国際協力に携わりたいと思ってても自分が受けたところが受からなくてでも就職しないといけないっていう時代の流れがあるから、そうです、ね、普通に関係のない企業には勤めてみたと。そうです、まあ、ただ自分の中でやっぱりしっくり来なかったっていうイメージなんですよね。でそこで東日本大震災もあってもう一回ボランティアっていうところに関わり始めたっていうことなんですね。実際ただボランティアって言っても日本国内でされてたボランティアじゃないですか、はい、そこから JICA 海外協力隊に参加されるまでのエピソードって何かあるんですか。ボランティアに行って、はいはい、まあ、トータル2ヶ月ぐらいですかね、まあ、ボランティアもいろいろやったし一回帰ろうかって、はい、また香川に帰って、またお金ないか働かないとなと思ってその時に探してた時に、はい、ラジオ局の番組アシスタントの求人だったんです。その当時メディアとかそういうことにも興味を持ってたので、あ、ちょっと一回やってみようと思ってやって、そこで僕の地元の企業だったイベントの取材においてあのホームページを更新したりとか、はい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 、音声取材したりとかしてたんですけども、その時にその上司の方がたまたま JICA 四国を取材することがあって、はいはい、その当時から僕が国際関係
系に興味があるっていうのを知ってくれてたので、うん、そういう取材をするから話聞きに来なよって言ってくれて、はいはい、それでまあ実際 JICA 四国の方にお会いして、はい、実は大学卒業するときに一度 JICA 海外協力隊受けたことがあるんですよって言ったら、うんうん、じゃあもう一回受けなよって言われて、そういえばそうだなと思って、はい、それできっかけですね。なるほど、ものすごく曲折ありましたねやっぱりその時の森さんからしてみて、その人はすごく魅力的に見えました。2年間海外で住むっていう経験が想像が当時ついてなくて、はい、そのヨルダンに3日とか2日はいたんですけど、いまいち分からずに帰ってきちゃったので、うん、2年暮らして現地の言葉も話して活動するってどんなんだろうなってすごい興味ありましたね。なるほど、でそれで実際に受けようと改めて思ったわけですね。そうですね。その時はもうじゃあうまくいったんですか？